いらっしゃいませ。UFC、はい、平達郎選手5連勝。すごい。すごいですね、はい、5連勝ですもんね。水口武也さんに並ぶ日本人最多。なるほど。次勝てば、前人未到の6連勝。うん、全然いきそうっすよね。はい、デビュー以来15連勝。うん、この前の試合は打撃で KO しましたね。はい、アマチュアから合わせると25連勝という。すごいな、勝つ男だな。うん、はい、やっぱりまあもうほんまにええ加減、本人も言った通りランカーと、うん、うん、僕はやっぱりこう平選手打撃がどこまで伸びるかな、あとまあレスリング能力っていうのは気になってたんですけど、やっぱ多分 もちろん本人もそこを課題だと意識して練習してたと思うし、その KO する前からボクシングをやり込んでるような動きに見えたんですよ、平選手がね。ほうほうほう、うん、だからパンチにあのちょっとこう重きを置いてるような練習をしてるのかなって思ってたら、やっぱり右ストレートから相手もボクサーやったじゃないですか、はい、うん、だからその対策というよりも強化練習してましたよね、自分が強くなる練習、うん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 、パンチをどう避けようとかじゃなくて自分がパンチをうまく当てようって、それながらそれしながらもらわないボクサーに対してどうやって当てていこうみたいな、もう絶対強いですよね、その考え方が、うん、やっぱトップを目指してる人間の考え方というか、うん、だからまだまだ打撃ももちろん伸びると思いますし、あれにキックがコンビネーションとしてつながっていけば、やっぱり今まで単発の攻撃多かったんでつながっていけばもうさらに強くなると思うんで。なるほどね、はい、ランカーとの対決が楽しみですよ、はい、ちょっと、うん、あれですかね、うん、だいぶ大事に思ってるんですかね、ねえ、ダナホワイトは、ね、なかなかこんな育成の仕方なかったでしょ日本人、はい、それかですよ、まあ、ダナが大事にしてるのか、逆にあれですよ、日本人のチャンピオンとしての価値が相当低いかなんですよ。つまり昔のシュートのチャンピオンっていう名刺があったら、まあまあいきなりランクやったじゃないですか。そうですね、そうですね、 UFC も確実に認知してる団体ですもんね、シュート完全に、はいはいはい、でも今釣りはレイ選手、パンクラスのチャンピオン、平選手、シュートのチャンピオン、日本が誇るチャンピオンがね、行ってもプレミナリー扱いじゃないですか、はい、俺もっとケツの方かと思った。第2試合か第3試合くらいでしたよね、うんうんうん、だからで、やっぱり今じゃあ対戦相手たちも無敗ばっかりで、はい、対戦相手たちも各国のチャンピオンだらけなんで、相当やっぱ UFC の中で日本のチャンピオンっていうレベルがめちゃめちゃ下がってるんだなっていうのは感じます。どっちかめちゃくちゃ下がってると思いますよ、平選手が悪いとかじゃなくてね、うん、UFC にとってのね、うん、はいはい、東南アジアのチャンピオンね、はい、っていう形になってるって感じがしましたね、うんうん、だからまあ平選手は5連勝めちゃくちゃすごいし毎回強くなってるけど、なんか今回の試合もこれだったらもう勝てるなって分かりますよね、試合前から、はい、次のレベルを見たときに、はい、あっいけるなって、うん、なんか2戦目ぐらいまでどうかなどうかなみたいな、うん、3戦目からおすげえなってなったけど、4試合目からだよねみたいな、5ねやっぱりみたいななってきたんで、これでいよいよねあれですね、はい、ランカーと、はいはい、ということで、まあ、15位まであるんですけど、うん、UFC のランキングっていうのは、はい、現状9位かな、ムカエフとやりたい。ああ言ったんですね。はい。ムカエフね。ムハマンドモカエフ。チェックしたんですけど、はい、簡単に言ったらですよ。はい、あいつみたいミドル級のチチェンのもうフーばっかりでちょっともう。え？マカチェフ？マカチェフ。うん、マカチェフみたい。もうとにかくアグレッシブ。マカチェフよりも打撃もできるし、で、まあ、マカチェフの方がね、やっぱミドル級から相手のディフェンスがおろそかやからマカチェフの方が派手に勝ってるけど、はい、え、何でしたっけ今回のモカエフ、モカエフモカエフは相当強いと思いますよ、うん、打撃も組み技も
常に攻めるし、なんかタイプ的にはね、簡単に言ったら新竜選手みたい。なるほど。とにかく攻める。わかりやすい例ですね。うん、新竜選手もしくはマカチェフみたい。うん、うん、多分平選手ちょっと苦手なパターンと思う。テンポが速い。今回8位です。うん、年齢が一緒でね。そう、23歳かな。うん、身長も多分一緒ぐらいだと思うんですよ。170cm、フライ級で170、だいぶでかい、ね、だいぶでかいけど、でも平選手もそれぐらいですもんね。はい。で、うん、やっぱキャリアがウィキペディア見ると12戦11勝、アマチュアは23戦23勝。うん、すごい、すごい。だから2人ともアマチュア通じて負けなし。負けなし。うん、うん、気持ちも強そうやしね。だからね、あのね、ムカエフ、何回も覚えられない、モカエフね。モカエフは攻めるんですけど、はい、ちょっと荒いところがあるんで、そのポイントで平選手のカウンターが決まりそうな気もするけど、それをしのがれるっていう展開にもなりそう。だから結局積極的に攻める、そして手数の多いモカエフの競り勝つみたいな、うん、だからもしそれの試合決まったら相当見事な試合になりますよ。なるほど。逆にあいつそのモカエフ倒したらほんまに一気にトップ5。そうっすね。切り込んでいきます。その上がもうアレックス・ベルス、マネル・ケープ、マテウス、カイカラ・フランス、ロイバ、うんうんうん。あとはまあ逆にその5人以外で、この前、初参戦で、マネル・ケープとやったブラジルのストライカー、うん、あいつも強いですよ。あいつ強いですね。あいつも若いでしょ。あいつ上がってくるっす、ね。あいつ20歳ぐらいでしょ、まだ。はいはい。ずーっと手出すやつね。うん。はい、手足長くてね、うん。フライ級一番しんどいかもね、なんか、ね。手長いもん。その階級に対してね。そうっすね。うん、その3人がこのライバル関係になるんですか、その年代で。うんうん、あそうね、うん、分かります分かります分かります。20代前半の次世代の UFC フライ級、ね、そうスター候補ね、うんうんうん、あいつらが多分油乗り出した時期が、はい、UFC フライ級の黄金時代になるんじゃないですか、はい、フェリベド・サントスだ。サントスね。サントスか、よく聞くやつもね、ブラジル人でね、サントスね。そうね。いやこの3人が油乗った時が一番 UFC のフライ級がレベル上がる時、うん、でそれにまあ鶴谷選手とか新竜選手とかがすごいことになると思いますよ。だからあと5年3年ぐらいしたら、はい、UFC フライ級爆発すると思う。いや今めっちゃ耐えてるから。ただこれ来年の今頃、うん、下手すると平選手に関しては、うん、もう行くとこまで行ってる可能性すら、可能性はあるよね。試合のテンポも早いし、はい、うん、期間もね。で多分2月か3月に試合させろっても言ってたんで、あで次多分ランカーじゃないですか、どっちにしても、うんうんうん、6戦目ランク外とちょっと意味わからんすよね、もうさすがにないね、それさすがに意味わからんで、それは、うん、で勝ってランキング入りすれば2024年だから、そっからあと2戦、うんうん、ってなって5位以内に下手すると可能性はありますよ。あるっす。だからそのうちメキシコの元チャンピオンとモレノとやったりとかするかもしれないし、はい、フィギレード戦があるかもしれないし、はい、ケーブもあるし。ケーブ見たいっすね。どれも見たい。見たいっすね。ケーブ強いよ、うん、だけど柔術は通用すると思う。うんうんうん。でまあまあ、悲しいかな、ビビるぐらい話題になってないですよね、日本。そこだよね。そのために僕らが扱ってるでしょ、はい、この話を。ビビるぐらい話題になってないですよ。うん、ジェイさん結構平選手ウォッチャーやもんね。そうっすね、うん、なんかいやあれに希望を感じなくなったら、うん、終わりますよマジ。この業界いや本当に日本格闘業界が、うん、だからさ、うん、だからジェイさんがしたらでしょ、もうなんか他の日本のねちょこ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 やってるとこに意識取るぐらいだったら平達郎を見ろと、うん、アメリカでね縦横無尽に羽ばたいてる日本の青年を、そう、うん、あれ希望も多分平選手殺すとか言ったことないと思うよ。そうしばきまんすぞコラとか多分言ったことないと思う。マイクもねやっぱ I'm happy thank you 言ってましたよ。もうそう幸せで、うん、ありがとう、もうこの2つですよ大事なのは。そうそうそう、眩しいもんね。ね、平って達郎見るのもうサングラスいるから眩しすぎて直視できない本当に。すごいねそれは。だからもう髪も染めちゃってさ今回、うん、うん、
いいそんな無理しなくてと、ちょっと目立とうとしてね、そう、何普通のことやってんのと思って、逆に、逆にね、逆に普通のことやってんの、年代的に考えたら普通やんねんけど、まあ大谷翔平みたいなもんすからね、そう格闘業界で言うとはね、はい、ただ大谷翔平ほどなぜか日本格闘技ではフューチャーされてないという、すごいんやけどね、だから逆にびっくりしてるもんね、僕らそれに、そう、それにびっくりしてる、そう、うん、っていう動画やもんね、えみたいな、そう、どういうことみたいな、あまりにも話題になってないから、うん、見てよ平達郎、なんか YouTube でUNEXT でも見るし、いやいや、その視聴者さんね、うん、そう、UNEXT でも見てほしいな、だからその歴史を言ってからあかんすね、なんで今すごいのかとかね、UFC で勝つことが、うん、じゃないと分からんのでしょうね、うん、平達郎選手、まあ、無傷じゃないですか、うん、で、僕はですよ、ずっとこのままは難しいと思ってるんです、もちろん。ぶつかる時が絶対あるんで、分かんないですよ、ない人もいるんで、うん、本当にそのままチャンピオンになる人もいるんで、UFC にはゴロゴロいるじゃないですか、うん、そういう人も分かんないけど、あ、彼がここでこういう壁があるのかっていうのもまた一つ面白い、面白いですよ、それストーリーがね、そうだから平田達郎追いかけてほしいなっていう動画です、確かに、うん、うん、まあ、年明け6戦目マジ楽しみなので、うん、まあ、でも視聴者さん安心してください、僕たちは真面目に追いかけていきますからね、うん、はい、そういう唯一無二のそうチャンネルですよね、で傷もなく、うん、フレッシュで、うん、多分試合は終わったんで、そうですよね、すごく早く組むと思います、実戦が楽しみですね、楽しみです、はい、このチャンネルがいいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。